皆さんこんばんはこんばんここばばはは今日は10月19日日水曜でえっ、ー、ともうねその前半のお話よりも本題の方が気になってしまって話すことがありませんよ。いきましょう、はい、ということで <laughs> 今日も早速本題の方に行きたいなと思いますけれども、はい、今あの質問にお答えする会をやっていまして。 えー、ロメオさんから頂い,いている質問なんですけれども、えー、とうとうついにようやくやっといよいよという5つの言葉の違いについて説明してくださいということなんですけれども、はい、それを一個ずつお答えしているというところです。ちょっとね一気に説明するのが非常に難しいので一つ一つの言葉の意味使い方を、まあ、僕らなりに考えて いるというところで今まで「やっと」「ようやく」「いよいよ」という3つの言葉について説明してきたのでまずそっちを先に見てください。はいうん、でその上で今日は「えー、ついに」という言葉をちょっと考えてみようかなと思っています。なんですけれどもね「ついに」 っっっててていいいうのはあのーまあ、ちょとと難しいなと思っていてもう一個「とうとう」っていうのが最後あるんですけどそれもね僕一緒にやっちゃってもいいんじゃないかなってこれは思うんです。あそうで「すか、うん、でついに」っていうのと「とうとう」っていう言葉はかなり僕の中では似てるなと思ってます。うん、はいなので、えー まあ、第5回まで行く予定だったんですけど第4回でまとまりそうな気もします。<お>はい、なるほどということでついに、はい、最終回ですね。ととうとう今日でで終わりです<う>みたいな使い方をするんですよ。そうで,す、ねうんでえー、まあどちらもそのこう長い時間とか いろいろやってきてもう終わりますっていう感じの意味ですそうですね、はい、で、まあ、終わるっていうのはも絶対ですついに終わりとうとう終わりっていうことなんですであのやっととかようやくっていうのとまあ違うなっていうところについてはあのついにそしてとうとうっていうのは 終わるんだけどそのポジティブなのかネガティブなのかわからないんですよね。あそうか、うん、でこの間言ってたやっとお金が貯まりましたとかようやく新しい会社に就職できそうだとかねようやく引っ越しができそうだとかあるじゃないですか。うん、そういういうににに前向きに終わっててたのに対して ついにっていうのは例えば何かの大会に出てこうね本当は優勝したい1位になりたいってなるけどついに、えー、この夏の大会が終わりましたけどそれは負けて終わったかもしれないというかね、うん、こう結果はどうなったかわからないけどとりあえず終わったと。 うんうん、いう感じだから例えばついに夏休みが終わってしまったっていうのはすっごい楽しい夏休みを過ごして終わったかもしれないし何にもしないままつまんないなって思ってついに終わってしまったかもしれないしみたいなでそれはまあとうとうもほとんど同じことが言えるんじゃないかなと僕は思うんですけどどうなんでしょうね。 うん、すごく似てる、うん、そうですね<し>、うん、あまり使い分けをしたことがなないかなうん僕の中では「とうと、ん、う」トートーっていう言葉はあんまり僕自身は使うことはないんですが、うん、でも「とうとう」っていうのはなんかこうしゃべり言葉のイメージがあるね。 あ、そう、はい、こう、喋っててとうとうみたいな感じついにっていうのはなんかこう文章で書くようなイメージっていうか<ー>のがちょっとあります。なるほどね。でもなんどうなんだろうなでも僕とうとうってあんま言わないんでうーんそうだね、はい、あんまり使わないかな。はい ついにはまあいやどうだろうな使使いいますかかついにの方が私は使うかなあそうですかちょっとそう,そういう言葉はあまりもそもそも使わないっていうのもあるんですけどうんうん、うん、なんかあとはついにととうとうほとんど一緒だと思うんだけどついにの方がその前が長かったイ,イメージはは,は がちょっとあるかなついに、うんうん、ついにの方がこう長く頑張ってきてついにみたいなイメージがちょっとあるかななるほどとうとうんいや難しいねこ,これは僕はちょっと正直僕はついにととうとうの違いがそんなによくわからないですうんはいうんけど まあ、そもそも「とうとう」を僕は使わない使ったことない <laughs> <laughs> いや実際使ったことないですあそうですか、まあ、こういう機会なんで考えるけど今まで自分が「とうとうなんとかですね」とかいうことを使ったことはないですほ<う>ありますあそうですねほとんどないかな、うん、なんか 悪いことの時ににたまに悪いことあの例えばですねあのまあ学生の時にみんなで自己紹介をするとで私は自己紹介をするのが苦手なんですけどああ順番にねそうです順番にとうとう順番が回ってきたとかああとうとう私の場になってしまったってことそうです。あ僕それ分かるわ <laughs> なんか僕あのーまあ、最近ねコロナとかでいろいろあるけどそもそもあの僕注射打つの嫌なんですよはいで学校でみんなで注射打つみたいな子供の時あったじゃないですか、うん、できるだけ後ろの方に並んでてもうできればなんか途中で終わってくれないかなって思ってた、うん、でもとうとう来てしまったみたいなねそうそうそう自分の番が来てしまうでもそれってついにでもねあでもとうとうの方が ちょっとそのニュアンスあるなそうなんですよちょっと悪いことがはい含まれてるような気もするんですよねわかる,かる,かるとうとうの方が<と>来てほしくなかったのになっていう感じちょっとあるよね<笑><笑>ありますね私はそういうイメージをちょっと持ってますねとうとう私が自己紹介しないといけなくなっちゃったっていうことそうです どうしようどううしようみたいな思ってて何よ緊張してきた<ー>とうとう順番が回ってきたっていう感じです、ねはい、僕ちなみに自己紹介とかその好きなん結構喋るの好きなんですけど、はいはい、逆にでも今ちょっと思ったんですけど、はい、そういう時はやっと自分の番だって思うかもなるほどそうようやくとかねだからそのやっぱりやっととかようやくってのは 来てほしいなって思っててやっと喋れるなみたいな感じはい。ようやく自分の順番自己紹介来ましたっていうのととうとう来てしまいましたっていうのはやっぱそのニュアンスありますね。うんまあ、ついにも、ちちょっっとそっちより、 あそっちよりかいいかなな真ん中辺かなついにはそうですねついに順番が回ってきたっていう言い方もします、うんうん、でもなんかそれあんまりネガティブに思わないあそうですかとうと、ん、うの方がなんか来てしまった感がありますよねあ,ありますね、はい、いやー難しいねこれはうんあの使って変ではないんですけど、うん、ちょっとイメージがあるっていう。はははいはい、はい それぞれぞでもそうやって例を出していくとなんか面白いなって思っててこの間の海外旅行の例をよく出してたんですけどなんか一生懸命仕事して働いてやっとお金がたまってもうようやく「念願だった海外旅行に行けます」でチケット買うじゃないですかで「いよいよ出発!」ってなるじゃないですか。で ももうすすすっごいいいい楽しいんでででよまあどこでもいいですハワイでもいいしどこがいいですか、はあ、まあスペインとかイタリアもいいですよね、はい、フランスもいいしねいいですねですごい楽しく過ごしていてうわもうついに最後の日になってしまう,ほうとうとう日本に帰らないといけないみたいな <laughs> そういう感じじゃないですか <laughs> 全部使えますね、はい、もうそういうちょっとこう終わってほしくないっていうのがもうあって来ちゃう感じ、うん ががとととうとうとかついににはあるる感じがするね確かに、まあ、そういうお話をするときに、うん、まあいくつかこう使えるパターンがあるとこう喋っていても自然というか何回も同じ言葉を使わなくてもいいのではい,、はい、いいですよねこういうふうに、うん、まあ5つ今挙げてますけど使い回せるというか。 今ね海外旅行のお話をしたんですけど逆にそれがすごい嫌なことだった場合、うん、最初の方にとうとう明日から嫌な仕事が始まってしまう、うん、ついに来てしまった、うん、っていうふうに始まって最後やっと終わったみたいなそういう感じ逆になりますよね。面白いね、うん、いねやなんか 結局僕らがすごい勉強になったっていう感じですね。このねこの質問に対して答える回もとうとう今日で終わりです <laughs> はいはいいかがでしたでしょうか、ね、いやこれは難しかったね。いや難しいですね本当に感覚で使っている言葉たちだったので。うんうん ね言葉にすると難しいですね。いや難しいです。でもこのシリーズは1回目から全部見ていただいて、うん、ま全部で4回に結局なりましたけど、いや勉強になると思うし、なんかぜひ通して見てほしいなそうです、ね、と思います。はい。ポッドキャストの方はぜひ4回連続で聞いていただきたいなと思います。うん。 ということでまあちょっとこのシリーズは一個一個のエピソードが長くなってしまったんですけれども、えー、ついに今日で終わりということでどうもありがとうございましたありがとうございましたまた明日からねあの別の質問もいただけたら嬉しいなと思ってますのでよろしくお願いしますではでは